ママが言いました。男はみんな狼よ、だから表では知らぬ人にお口を聞いてはいけませんよ。言われた通りおとなしく、脇目も振らずに歩いてみた。だけどなんとなくつまらないの。素敵なお方がいないかしら。いつもの通りでちらり見てみると、後ろにあの人がそらそらんついてくる。いつでもママは叱るけれど、不思議に胸がときめくの。だって無理ですわ、私だってアバンチュールを楽しみたい。なんという集大成。